Let the free show begin。ヒップホップ DNA パネル、今週も前回に引き続き JP ザベビーさんをお迎えしてお届けしたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。今日もこの胸のペンダントヘッドに釘付けな感じで、はい、今日こうサングラスかけてるから目を見ずにこっちのヘッドばっかり見ちゃってるんですけど、はい、これちょっとなんか解説っていうか説明してもらってもいいですか。これは自分のファーストアルバムのジャケのデザインをベルディ君にお願いしたんですけど、はい、そのデザインをベルディ君とかもチェーン作ったりしてるニューヨークのジュエラーのアレックス・モスっていう人にオーダーして作ってもらったやつです。すごい。てかジュエリーのそのオーダーとか当たり前だけど私したことないんですけど、はい、どういう風にするんですか。実際行くの。本当は行きたかったんですけど、はい、その行けなかったし、うんうん、であっちがそのニューヨークからアレックスがこれを持ってくるっていうのもできなくて、だからもう発想とだからメールのやり取りだけだったっすね、はい、へえ。めっちゃ不安とかはあります。ありました。まあでもベルディ君とか作ってるし、うんうんうん、あと俺の後ぐらいにタイラーのあのでっかいのも作ってたし、まあ本当すごい有名なジュエラーだったんで、はいはい、全然心配とかはなかったっす。じゃあさ普通にさピンポーンって来て、はい、お届け物です。いや俺もうそれ待てなくて、うん、どこだっけなんか、はい、どっかのだどこだっけ羽田だっけ、はい、羽田空港の近くのその、うん、あ送られてきて最初に来るところ、すごい、うん、あそこまで取り行ったんですね。ウケる。マジっすか。欲しすぎて。どれちなみに最初にオーダーしてからどれぐらいの期間がかかりました。あでもそれもコロナで結構伸びちゃって、そうか、多分本当に 2,3 ヶ月でできるものが1年、ええ、1年はしてないっけ、うん、1年ぐらいだっけ。1年ぐらいで多分かかったっすね。でも待てないねそれは。いや本当待てないっす。本当待てないね。待てなくて1本作っちゃったっすね、うん、上野でそっちで、ね、グリルズジュエルズとかね、はい、グリルズジュエルズ。そうなんですね、うん、やば。そのチェーンはもともと持ってたやつなんですか。そうっすね、これはもともと2年ぐらい前かなに作ったやつで、でやっぱチェーンだけあったらっヘッド欲しいなってなって、うんうん、念願のヘッドゲットで。すごい。でももうなんだろう、はい、最初はやっぱ今も嬉しいですけど、これつけてると、やっぱもう1個もう2個欲しいなってなっちゃうっすね。ラッパーの皆さんすごいことになってますもんね。そうなんですよ。首がね1本じゃ生きれないっすね。すごすぎ。てか今日時計も、はい、アイシティ、超アイシティ。時計はこれはフルカスタムっていうか。そうですね、うん、アフターでダイヤが入ってて。すごい。でもさ、なんか私もあの JP ザ・ウェイビーさんも本当に超ウェイビーでごめんねで最初にこうバイラルになってから何度となくこうお話をこうやって聞いているわけなんですけれども、うん、なんかすごいこうあっという間にここまで来たなみたいな感じもするが、うん、でもなんかこう地道に地道に楽曲を作ってリリースしてっていうことを繰り返してここまで来たんだなっていうことも感じますし、なんかさこんなアイスをロックしてるっていうのも4年ぐらい前は本当に、いやもう全然想像もしてなかったですね。すごい、すごい。別に俺がすごいんじゃなくて、多分だからこうみんななれるよっていうか、ラップでなんかもっとお金を稼いでこういうこともできるんだよっていうのをなんか日本の若い子とかにも教えるじゃないですけど、はい、夢あるじゃないですか、うん、その方が、うん、なんか最初に、うん、あこれで俺食えるかもみたいに思ったのってどういうタイミングでしたか。あの俺アパレル働いてたじゃないですか、はいはい、マルセロとパームエンジェルス、うん、でパームエンジェルスがポップアップで3ヶ月限定で、はい、でもうそのパームやってる頃はもう結構ずっと忙しくて、うん、もうライブして寝ないでそのまま仕事行ってみたいな感じでずっとやってて、うんうん、でそれのポップアップが終わったタイミングでもうそのままもうバイトしないで行ってみようかなみたいな感じで、行けるって思ったのはいつだろう、わかんないですね。そのまま流れでだから仕事辞めた感じっすね。だって超ベイビーでごめんねが流行り始め、はい、すぐ忙しく
なってたもんね。そうですね、大変だったですね。しかも流行った、うん、出した直後ぐらいにまさかそうなるとは思わなかったんで、うんうん、福岡に1ヶ月ぐらいいたんですよ。え、そうなんですか。あ、仕事で福岡、はいはい、のお店で働いてて、うんうん、一瞬だけ、うん、でもなんかすごいブッキングとか東京でしてもらうんで、はい、もう毎週末帰ってみたいな。そうだったんですね。私多分最初にサルーンで代官山のライブを見た気がするな。あれかな、ウェニーとか秀吉とかいたり。多分そうかな、はい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 、しかもその時超ウェイビーで、まあ、ぶっちゃけあんま曲もなかったじゃないですか。なかったっす。だから最初と最後に超ウェイビーでごめんねを2回やるスタイルで、最初の1年ぐらいそうだったっすね。やってて、お、2回見れるみたいな感じで見てました。それがあれよあれよという間にっていう、そうっすね、うん、感じもしますし、なんかウェイビーさんって、まあ、クールっていうか、はい、あまりこう表っていろんなことをおしゃべりするタイプではないのかな、はい、とは思うんですけど、うん、なんかご自身でこの4年間ラッパーとしてなんかめっちゃ苦労した、苦労というかめっちゃ努力していることって何ですか？割と変わんないっす。っていうかなんか、うん、なんだろう、結構ナルシストかもしれないっす俺。おで、うん、別にこうなる前からいつどこでも、うん、なんかかっこいい状態でいたいなってのもあったんで、ちょっとコンビニ行くときでもちゃんと、うん、ちゃんとした服着るしみたいな。最初からだからずっと勘違いした状態っていうか、勘違いっていうか、でもいいんじゃないの、俺スターやぞみたいな感じで、うんうんうん、ずっと。へえ、そっか。だかちょっと痛いやつだったと思うんですよ。いや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 、でもそれがちゃんとなんていうんですか、ちゃんとこう身がついてきたっていうか、うん、ありますよね。そうですね。だからなんか服とかも常に新しいものとか、うん、そういうのも買うし、はい、なんだろうな、なんか買ったことはマジでないと思うんですね。なるほどね。一緒にいる仲間も変わらないし。そっか。じゃあでも逆に言うとなんかなるべくしてなったっていう感じなんですかね、今の状況。たまたまじゃないですか。うわー、よく言うよって思いますけどね。で本当友達とかは分かんないんですよ、はい、なんか俺ずっとこれでもう何年も、はい、一緒にいて普通に生活して、うん、はい、お前本当に売れてんのみたいな。でもたまになんかどっかクラブとかで行って、はい、お前やべえなみたいな。あ、そっかそっか、そういうとこで分かるみたいな。だから俺も分かんないし、はい、周りもあんま分かってないし、うんうんうん、でもやっぱすっごい数のファンの方、リスナーの方、フォロワーの方が今ついてると思うんですけど、はい、でかつあの JP ザ・ウェイビーさんみたいになりたいっていう若いアーティストの方もいっぱい、ね、いらっしゃるかと思うんですけど、なんかこう次の自分より下の世代に伝えていきたいメッセージとか、うん、アティチュードとか、うん、なんかそういうのってありますか？でも本当に音楽大好きで、うん、自分のそのなりたいものだったり、どういう風に生きていきたいとか、どういう存在になりたいとか、はい、ちゃんとなんだろう、明確に自分の中でビジョンがあって、そこに向かってちゃんと努力すれば多分絶対みんなね、うん、いけると思うんで、うん、なんかそういうのをいろいろ自分で自分を通して見せていけたらいいなと思うっすね。なるほどね。でもあっという間に、だってレックス君とかも今すごい勢いで、うん、ね、かつウェイビー君よりもまたちょっと下の世代。そうですね、うん、この先どうなっちゃうのかなって。いや本当っすよ、ラックスターとかもすごいじゃないですか。本当にね、超面白い見てて毎週、うんうん、やっぱスタートダッシュのところがこの 4,5,6 年ぐらいで皆さんすごいこう高いところからスタートしてんのかなって思いますよね、うん、平均値高いっすよね、うん、本当に本当に。いやだからちょっと今後、まあ、もちろん明るい未来しか見えないなという感じが個人的にもするんですけど、うん、であとあのちょっと前にもあのウェイビーさんに他のところでお話聞いたときに、どんどん自分の格好ファッションがシンプルになってるっておっしゃってて、はいはいはい、で今日もスタジオいらっしゃったときに、あ、確かにって思ったんですけど、はいはい、なんかそのファッショントレンド的になんか来年以降自分はこういう格好をしたいとか、なんかそういうのってありますか？ないかな。で俺は格好も多分本当に10年以上変わってないっすね。ブランドが変わったりとかするっすけど、うんうんうん、全然その中学校とか高校の時に着てた服とか実家帰って持ってきてまた着たりとかするし、うん、そうなんだ。本当ベースはずっと変わんないっすね、うんうん、
今日もヒューマンメイドで、そうですね、まあこれは昔の、うん、まあ昔のとかも着てるっすけど、なんだろう、やっぱそういう裏腹のファッションだったり、うんうん、ずっとそういうの変わんないっすね、うん、根底は。そっかそっか、うん、でも私も何年か前にその JP The Baby さんにインタビューさせてもらった時に昔の BBC とかを着てて、うん、で結構私はそれがリアルタイムの世代だったから、うん、あ、今の若者がこういう風に着てるんだとか思ってすごい新鮮な気持ちになりました、はいはいはい、それこそあの、うん、この間亡くなっちゃったバージンとかも、うんうん、17歳の時の自分のなんか夢を叶えてるじゃないけど、はい、そういうこと言ってて、はい、マジで俺も一緒だと思って、中学生とかそういう時にいいなって思ったりかっけえなって思ってたものをずっと追っかけてますね。そっか、でもそのひたむきさっていうかブレなさっていうのが結局一番大事なのかもしれないですね、うん、そうですね、うん、来年何かこう我々が楽しみにできる JP The Baby プロジェクトはありますか？でも来年も結構今年と変わらず音源はすごいたくさん出すと思います。あの前回のアルバムのリリースライブ配信になっちゃったんで、はいはい、次はこうでかいステージで、そうですね、うん、みんな普通に声出せたら最高ですね。本当だね、うん、ちょっと声出しに行きますっていう、うん、はい、感じで楽しみにしてます、はい、というわけで2週にわたって JP The Baby さんにお話を伺ってまいりました。ありがとうございました。ありがとうございました。Times when I feel alone. There's times 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 when I feel alone.